衛星写真ソシエテ諸島とボラボラ島の一関係4シーズンズリゾートボラボラ島はフランス領ポリネシアのソシエテ諸島にある島である。首都パペーテがあるタヒチ島から北西約 260km に位置しており太平洋の真珠と呼ばれるほどフランス領ポリネシアの中でも最も美しいとされる。そのためフランス領ポリネシアに旅行する観光客の多くがボラボラ島を訪れる。 ボラボラ島は一周約3 0トルの本島とその周囲を約4 0トルのリーフが囲んでいる。面積約36平方キロメートル2017年の人口は1万605人。中心街は本当に主側に位置するバイタペ。島の中央にオテマさんがそびえ、周辺のもつからその姿を一望できる。主にハネムーンでの利用が多いが、 海の美しさや透明度の良さから、スキューバダイビングの利用客も多く、日本人を含む多くの旅行客が訪れる。オテマヌサントコテージ群毎年、7月頃には、平和、アイボラボラ祭りが開催され、多くの現地住民が参加する。この時期に合わせて訪れる観光客もいる。この平和、アイボラボラは、7月14日のフランス革命、記念日の祝日を起源とする、 フランス領ポリネシアのお祭りで伝統的なダンスや楽器演奏に加え様々なイベントが催される。ほぼ同時期にボラボラ島以外の島々でも開催されている。ボラボラ島へはタヒチ島のファーア国際空港からボラボラ空港へエアタヒチが空路の定期便を毎日運航しており直行便で50分、タシマ系油便で最大120分。ボラボラ空港は 島北西側のリーフ、持つ、向手状に位置しており、本島及び島内各ホテルへは、空港からボートで渡ることになる。本島のバイタペーは、エアタヒチが飛行機の発着。また、空港内に、主要ホテルのカウンターが設置されており、ホテルに宿泊する場合は、空港ホテル直行の送迎車トルボートを利用する、ことが多い。かつて、ボラボラ島では、本位と、 ベイアターホをそれぞれ中心地とする二つの集団が争っていた。また、宗教権力では、ライアテア島と争っていた。ある時期までは、ボラボラ島とライアテア島は共同で、他のリーワード諸島の島々に政治的、宗教的影響力を行使していた。しかし、ライアテア島が圧倒的な宗教的権威を、ボラボラ島が高い軍事力を持ったことで、 島同士の争いだけでなく島内の内戦も起きるようになった。1722年、オランダのヤーコプロッヘフェーンがヨーロッパ人として初めてボラボラ島について述べた。18世紀の大主張、プニは島を統一し、続いてたハー島を征服した。1763年、3年間の戦争の結果、プニはダイアテア島を征服した。 1769年7月29日、ジェームズ・クックが両党に近づいた際も、プニ率いるボラボラ党軍が支配していた。1777年、クックが初上陸した。1778年、プニが崩御し、老いのタポア一世が三党の支配者となった。彼は、ライアテア党に首都を移した。1812年、タポア一世が崩御した。1820年、 ロンドン電動会が上陸した。ボラボラ王国国旗テリー・マイ・ワルアー3世と、従者たち19世紀前半に、ボラボラ島を統一したボラボラ王国が成立した。1847年、ジョノック会議の結果、フランス7月王政と、イギリス帝国が、ボラボラ王国を承認した。同様に独立していたソシエテ諸島の国には、タヒチ王国やフアヒネ島、ライアター島があった。 これらの国はすべて同じタヒチ語と文化を共有し、王族は結婚を通して血縁で結ばれていた。ボラボラ王国は、本島の他にツパイ島やマウピティ島、マウピハー島、モツオネ島、マニュアイ島を支配していた。1888年、ボラボラ王国はフランスに併合され、植民地となった。1890年、ロンドン伝道会が、 プロテスタント教会を建設した。1895年、最後の女王のテリー・マイワルア3世が退位させられた。第二次世界大戦では、アメリカ合衆国が、ボラボラ島を南太平洋地区の要衝とした。旧隻の軍艦と2万トンの備蓄、7000人の兵士が置かれた、この島は、ボブキャッツ作戦の中心となった。幸運なことに、 この島では一度も戦闘が起きなかった。1946年6月2日、ボラボラ要塞は正式に閉鎖された。1960年にタヒチのパペテニファー国際空港が開設するまでは、アメリカ軍が残したボラボラ空港が大型機が利用できないながらもフランス領ポリネシア、唯一の国際空港だった。ありがとうございます。